世界の18人類集団の遺伝的禁煙、関係を23種類の遺伝子の情報をもとに、近隣結合法によって推定した結果、国立遺伝学研究所において、斉藤茂也教授により作成された。近隣結合法は、系統樹を作成するためのボトムアップ式のクラステ解析法である。百八十七年に、日本の斉藤茂也、根イ正サが発表し、 分子系統樹を作成する方法として広く用いられている。普通 DNA の塩基配列やタンパク質の一時構造に基づいて系統樹を作成するのに用いられる方法で、計算には各タクソンのペア間の距離を知ることが必要である。近隣結合法は系統樹の最小進化基準、つまりアルゴリズムの各段階ですべての枝の長さの合計が最小となるような トポロジーが望ましいという基準に基づいている。しかし系統樹を段階的に構成するアルゴリズムであるため、最終的に全枝蝶を最小にする本当のトポロジーが明らかになるとは限らない。この意味では最適な方法とまでは言えないが、最適なものに非常に近い系統樹が得られるとされる。近隣結合法の最大の利点は効率であって、他の系統解析法では、 計算能力的に不可能なほどの大量のデータセットも扱うことが可能である。アップグマと異なり、近隣結合法はすべての系統が同じ速度で進化することを仮定せずに無根系統樹を作ることができる。ありがとうございます。